こんにちは、アミチクラボのユミです。先日購入したのびたヤーンを使って靴下を、片足編んでみました。とりあえず片方できたので、この糸がちょっと、一般的なソックヤーンに比べると少し太めで、ですね、棒針が、3ミリ3号が適しているっていうことで、ゲージの方がですね、28目、36段で10センチが編める程度の糸ということなんですね。で、リクエストをいただいていたんですが、この糸でいつもと同じサイズの靴下を編もうと思ったら、目数などを調節しないと大きくなってしまうというお話をしたんですけど、どれぐらいで編めるかなっていうのを、ちょっとメモしておいたので共有したいと思います。まず一般的な、ソックヤーン、例えばこのオパールの4本寄りの糸の場合、針は 2.5 ミリで、 2.5 ミリっていうと大体1号とかですかね。それで、10センチを編むには30目42段くらいになると、そういう、細さの糸で、私は、普段つま先が12目からスタートして、もしくは13目ぐらいで、つま先の増し目を終わった後が27、8目になるように編んでいます。で、伸びたヤーンの場合は28目36段っていうことで、この目数を単純に比較してみると、30目から28目で 93% で、段数の方が42段から36段で 85% の数字で編めば、計算上は同じぐらいになるんじゃないかなと。試しにこの伸びたヤーンの靴下は、10目でスタートして26目になるまで増し目をして、でそこから増し目なしでまちの手前まで編んで、で、かかとは、まちは、9目分作って、かかとはラップを9個作る形で編んでみました。でただね、やってみたら、私は普段つま先の増し目が終わってからこのかかとの、マチの手前までがだいたい40段ぐらいなんですけど、これが計算上は34段で、いつもの長さ、つま先から数えて14センチっていう長さになる予定だったんですけど、全然ならなくて、私は結局40段まで編んだところでやっといつもの長さになった感じでした。だから、段数はね、思ったよりも少なくならなかったんですよね。ただこれはもちろん編み方によるところが大きいと思うので、編む人によって36段になったとか42段になっちゃったとかってあると思うので、目安の一つとしていただければと思うんですけど、そんな感じでした。で、かかとの方は、26目になったので、ラップが9目の真ん中に8目が残って、反対側のラップが9目っていう形になりました。ちなみにね、糸の太さの比較なんですけど、なんかそんなに変わんない気がするんですよね。むしろね、伸びたの方がよりがきつくない感じがするというか、引っ張れば伸びる感じがして、オパールの方が、
伸びるは伸びるんだよな。よりがきつい感じがするんですよね、ちょっと。でも太さはほとんど変わらない気がします。どうでしょうか。まあ編んでみないとわかんないですね。でも3号で編むとなんとなくこのギッチギチな感じじゃなくてちょっとふわっとした感じに編み上がって、なんか履き心地は良さそうかなっていう気がしました。そんな感じで、編み上がった靴下を履いてみたら、だいたい履き心地はいつも通りの靴下になったので、私の場合は幅は、少し大きくなるから目を少し減らしてちょうどよかったけど、長さの方は、ほとんど変わらなかったという結果でした。この片足分の靴下が何グラムでできたかというと 22.5 グラムですね。だいたい私の場合はレディースサイズの靴下がソックヤン1玉から2つ編めるような感じなので、使用量としてもほとんど変わらない感じですね。なんとなくその3号でいつもより早く編めるかなと思ったんですけど、結局そんなに変わらなかった感じですね。あ、ただね、今回使ったのはつま先からこのリブの手前まで3号針で編ん で最後の足首のリブだけ、2号針で編みました、まあ、つま先から編むと編みながらサイズを確認できるっていうのがメリットの一つだと思うので、ぜひ編んでみるときは、まあ、一目か二目減らすぐらいでスタートしてみて、編みながら、まあ、実際足を入れてみたりしながらサイズを調節してみるといいんじゃないかなと思いました。まだこれでおそらく同じ長さでもう一つ、もう片側を編んでも 50g 残ると思うので、まあ、つま先とかかとのところをちょっと単色とかを足してあげればメンズも編めるんじゃないかな、と考えているところです。目音ソックスにね、なるといいかなと思って。で、去年に引き続き、今年も、お年賀に、手編みの靴下を配ろうと思いまして、今編み溜めているところなので、これもどなたかの、お世話になった方にお渡しできたらなと思っています。SNS でね、その話をしたら、なんか私もお年賀に手編みの靴下編みますっていう方何人かいらっしゃって、とっても嬉しかったです。靴下って、お部屋の中でも履けるので、まあ、服装からしてもこんな靴下は履かないっていう方でも、お部屋の中では快適に暖かく過ごすために使っていただけるんじゃないかなと思うので、でソックヤンで編んだものだと、普通の洗濯物と一緒にジャブジャブ洗っても大丈夫。まあ、もちろん MR とかで優しく洗った方がいいとは思うんですけど、普通に洗濯したからといって、縮んじゃってもう履けないっていうことはないので、手編みのものをプレゼントされてもちょっと使いづらいって思っている方も比較的安心なんじゃないかなと思って私は靴下を配ることにしています。なんかソックヤンって可愛くてついたくさん買ってしまうので、もう自分の家族だけじゃ履ききれないぐらいの量、家に糸があるんですよ。でもまだ買いたいっていう感じなので、福袋とかねすごい楽しいし、今年もまた買いたいなと思っているので、なんとか、買い溜めたソックヤーンを靴下にして、人にプレゼントして
で、また新しいソックヤーンの開拓をしたいなと思っています。ちなみに、靴下の編み方については私の靴下という動画で詳しく解説をしています。で、かかとのところは、補足動画、私の靴下おまけっていうのも作ってあって、ちょっと複雑なのでより分かりやすく解説したつもりです。なのでぜひそちらを参考にしてください。で、使っている道具、おすすめの道具については、ブログの方で紹介しているので、この動画の概要欄にどちらもリンクを貼っておきますので、靴下編んでみたいなと思う方はぜひチェックしてみてください。それでは今日は、新しく買った伸びたヤーンで靴下を編んでみた感想でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。